はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきたいと思います。今回は、ガチャをやってみます。何をやればいいのかな。なるほど、第2部限定ピックアップ召喚っていうのがありますね。あ、クリスマス第2弾もいいんですけど、こちらやってみ、せっかく新しくなったんで、こちらやってみましょう。開きますよ。第2は結構ダークですね。84以上、84だな。おー、学校暮らしはさくらさん。認識か。さあ、また星4。うん、星4ですね。三者三様の小田切双葉。別に新しいキャラではないですね。学校暮らし多いな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。星三、星四が二人でした。ということで、ガチャやってみました。ゲーム動画でいこうでした。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきたいと思います。キララファンタジア、シャンプー、朝の日差し、私このまま溶けちゃうかも。練習すれば不安も吹っ飛びますよ。朝のトレーニング戻りました。頑張ってるわね。行ってきます。待っててね。なんか明るい話しようぜ。ちょっと忙しくなっちゃった。ね、アマウさんの従業員にならないなんてね。さて、今回はイベントもやってるんですね。ご一覧とか、これ次回でメインクエストいきます。まだ一部がですね、第6章で、おお、ニューゲーム、かつこれかニューゲームでですね、かつニャコ行きましょう。頑張って皆様のお力になります。消費スタミナを2分の1なので、進めるにはちょうどいいところです。
うん、そうだな。まだですね、ソラ様が捕まっている次元の展開です。あれ、動きが早い。先輩らしいところ見せないと。避けるな。私だってやる気ですよ。頑張れみんな。守りもしっかりしなきゃ。どんどん使っていきましょう。しか攻撃できてない。みんなもお願い。取り体。結構クリティカルで食らってますね。どうかな、聞いたかな。まだ食らった。悪さは許しませんよ。何か土惑星ダウン。夢で見た通りの場所ね。落ち着いて。今は耐えるのよ。彼女はタッチ魔物ね。あーおっと、攻撃しかなかった。勉強で得た知識の全てを今こそ。ちょっと肝が冷えたわ。ザラか。スタミナが弱い。ユリ好きいいな。パパ、パパかっこいいミシン。おお、元気になった。行きましょう。またバトルです。どこまで行くかな。マヤ頑張って。皆様のお力になります。私に任せちゃい。私だってやる気ですよ。避けるな。知事にしよう。気合を入れて。みんなのおかげね。感謝します。これって塩ですか。その1
さあいよいよあのキャラが登場かな。ランプ七夕バージョンいきましょう。私もお供いたします。私に任せしょい。私だってやる気ですよ。後ろがガラ空きだぜ。後ろがガラ空きだぜの声が強い。今はハーマンの時だね。ガンガン行こうぜ状態ですね。行っちゃえ。ほらしっかりして。まだどうかな、よく攻撃されるんで。えい、守ってあげないといけません。それ以上みんなに私が力を貸すわ。聞くな。世代食らってますね。やるしかないみたいね。この敵は私が沈めてみせる。守りも大切よ。私たちで頑張ろう。せーの、行きます。はい、お使い。攻撃魔法？お、攻撃魔、攻撃の特技でした。次も頑張ります。そうか、特技は攻撃なんだ。耐えて反撃するっていうパターンですね。うららは。どうしたんだ。お、犬山たまき。あ、そうか。こう意味深。これでどうしたんだ。ステラの魔法ですね。ステラの魔法をどっかで見れないかな。個人的には結構ステラの魔法、いえ、あの辛いとこあっても結構おもろかったんだけどな。
さあ、第4章ですが、こちらはまあでもこのままいけますか。魔法使いのオーブに変更です。私もご一緒させてもらおう。大丈夫だよね、きっと。いきなりバトルか、スタート。この敵は私が沈めてみせる。きっと大丈夫。踏ん張りどころだな。踏ん張りどころだな。やれ、やるようにして。占ってあげる。きっと大丈夫。契約ですからね。何が来てもへっちゃらだ。ほら、しっかりして。みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。倒しました。やったね、私たちの勝ち。わい。お、うらら迷路帳が受注可能に。これ第5節、同じ相手でいきましょう。リゼ、私もご一緒させてもらおう。うまくできるかな。いきなりバトル。占ってあげる。守りもしっかりしなきゃ。支援するぞ。やるしかない。消えます。ハッピー、ハッピー属性。踏ん張りどころだな。どうかな、効いたかな。この敵は私が沈めてみせる。ちょっとずつ敵が強くなってる感じだ。来ましたね。悪さは許しませんよ。自身に行きましょう。効いたかな。本当が生じている。悪さは許しませんよ。お、知らない、初めてだな。初めてのパターン。私だって本気になるのよ。膝までがさっき見せたので、
かな、もう。ダンボール。おいしょっと。どこか商品は。俺、間違えた。こっちだ。いいですね、この展開。まだやるしかないみたいね。あ、この強いですね、うらら。私に任せしょーい。しつこいよ、あっち行け。みんなと一緒ならできるよ。守りもしっかりしなきゃ。まだ交代できないんだ。特訓の成果、特訓を見てくれ。何かな、もう。通常攻撃倒したやつ、あの木を、お化けの木を倒してよかったかな。集中攻撃を湧いております。まだ倒せない。そいつ一体倒した。やめてよ。おお、一回で倒した。私だって本気になるんだよ。行きます。やふん。支援するぞ。どんどんパワーアップしていきます。どっちがいいんだろう。やるしかないみたいに。この攻撃するしかなかった。ノリトの暗記より楽勝ね。60が近づいております。さあ、まずステラの魔法ですね。まあ、6章まで行きますね。今度は属性を変えないといけない。青は強いのは、土属性か。土属性の出番です。小塚小夢。行ってきます。負けない。こんなことでよければ。守りもしっかりしなきゃ。武器装備してないの。外周一色。でもできてないのか。どうぞ皆さん、私を盾に。きっと大丈夫。攻撃は最大の防御。先生も負けませんよ。強い。私
間違えた、まだ初めてだったんだ。そう、強い。どうかしら。頑張ってる。やるしかないよね。みんなに金髪のご加護を。大丈夫、ちょっと待ってね。こんなことでよければ。緊張してきちゃった。私だって本気になるんだよ。隣の使い。勇気を出して、ね、やってみるね。倒しました。ちょっとなんでこんなことになってんのか。武器を装備してない。スタミナが足りないと思ったからじゃないかな。うん、いいか。カオ先生も装備しないといけません。これでギリギリ足りるので。なぜ装備しなかったのか。オリビアスナ出発。怒ってます。クロモンが。シーナ、負けない。さあ果たして。回収一色。誰も怪我させません。きっと大丈夫。回収一色。どうぞ皆さん私を盾に。回収一色。お、死なない。耐えた。一発耐えた。あれ？これ戦士のオーブのままになってる。なんとかしなくちゃ。みんなに金髪のご加護を。敵を知り、おのれを知れば百戦危うからず。アフターヌーン。了解した。まずは最高を取り寄せ。必要なものは外車とリーセット、サバとケーキスタンド、菓子と刺激、準備、あとは提供するだけ。本番振る舞い。これはどうしたものか。まだウェーブさん。みんなに金髪のご加護を。使えないのはもう交代だな。どんとこーい。この力受け取って。これは痛い。いつもの黒。お願い、当たって。マジかーい。色が違う黒のがありますが、倒したら倒しちゃうかもな。相性いいからな。決める。これで決めましょう。アフターヌーン。了解した。倒した。次も勝つ。
椎名ですね、村上椎名。あれ村完全にここまではあのステラの魔法の世界になってる。私このまま行くのか。おお、玉木さんか。こいつがあのこいつっていうな、今回の相手ですね。ファンネルなんか結構お慕い申してる人ですね。でも今回はここまでしましょう。フェンネル現れましたね。おそらく今回の敵だと思います。果たしてフェンネルは他のクエストでやってるのに今さら言うのはあれだけど、フェンネルはどんなキャラクターなのか。フェンネルを、倒す、クリエメイトが倒すことができるのか、次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。